楽器級、川本花本、資本着色楽器造史第3弾、食粉楽器図、平安教域内の工事で排便する人間たちと、人間の糞便を食いたくてたむろしている、食粉楽器が描かれている。楽器造史校に小説あり、楽器とは、仏教の世界観である六道において、楽器道に生まれたもの。言語のプレタはかつては、死者の霊を指したが、仏教において、 輪廻天生の生存形態である六道に組み込まれた。プレタは鬼とも訳される。鬼は中国語で死者の霊、亡霊を意味している。ガキは三図、五趣、向き、六趣向きの一つ。ガキは常に上と乾きに苦しみ、食物、また飲み物でさえも手に取ると火に変わってしまうので、決して満たされることがないとされる。ただし、天部と同じように副学を受ける種類もいるとされる。 子供はむさぼるように食べることがあるため、その別称、俗称としてガキが比喩的に広く用いられる。ガキ大称、悪ガキなど。ガキの本住所は閻魔王が主である。閻魔王界である。人中のガキ。このガキはその後をもとによって行くべき道のゆえに、これをガキ道という。夜に起きて昼になるといった人間と正反対の行動をとる。 平霊た世界のガキ、円舞台のもと500湯順にあり、長さ広さは3万6千湯順と言われる。しかして人間で最初に死んだとされる円魔王は、豪書にメイドの道を開き、その世界を円魔王界と言い,い、ガキの本住所とし、あるいは楽器書中の世界の意で、平霊た世界と言い,い、円魔をその主とする。世の楽器、悪道眷属として、その数は無料で、 悪語は、花肌多い。無意特器と有意特器の2種類があり、無意特器は気活に苦しめられるが、有意特器は、天部と同じく多くの副学を受ける。小材垣と多材垣の2つを有リ材垣とも言う。無材垣から食べることが全くできないもの。飲食しようとするも、炎などになり、常に貪欲に飢えている。唯一、背書き供養されたものだけは、 食することができると言われる。商材が機の、血などを食べるもの。ごくわずかな飲食だけができるガキ人間の糞尿やオート物、カバネなど、不浄なものを飲食することができると言われる。多材が期大人の残したものや、人から施されたものを食べることができるもの。天のような協力を受けるものもこれに含む。多くの飲食ができるガキ天部にも行くことができるものは浮遊ガきとも言う。 ただし、どんなに贅沢できても満ち足りることはないと言われる。身、尻死欲で動物を殺し、少しも食いなかったものがなる。目と口がなく、体は人間の二倍ほども大きい。手足が非常に、細く、常に、火の中で焼かれている。針り口、豚欲や物惜しみの心から、伏せをすることもなく、困っている人に飲食を施すこともなく、仏法を信じることもなかったものがなる。 口は、針穴のごとくであるが、腹は、大仙のように膨れている。食べたものが炎になって噴き出す。蚊や蜂などの毒虫にたかられ、常に火で焼かれている。食吐き、自らは、美食を楽しみながら、子や、配偶者などには与えなかったものがなる。荒野に住み、食べても必ず吐いてしまう。または、獄卒などに無理やり抜かされる。身長が、半油順もある。食粉、 そうに対して、不浄の食べ物を与えたものがなる。糞尿の池で、ウジ虫や糞尿を飲食するが、それすら満足に手に入らず苦しむ。次に転生してもほとんど人間には転生できない。無職、自分の権力を傘に来て、善人を牢につないでがしさせ、少しも食いなかったものがなる。全身が、気活の火に包まれて、どんなものも飲食できない。池や川に近づくと、 一瞬で干上がる、または鬼たちが見張っていて近づけない。食器、自分だけごちそうを食べ、祭祀には匂いしか嗅がせなかったものがなる。蜘物の後期だけを食すことができる。食法、名声や金儲けのために、人々を悪に走らせるような間違った説法を行ったものがなる。飲食の代わりに説法を食べる。体は大きく、体色は黒く、長い爪を持つ。 人の入らぬ険しい土地で、悪虫にたかられ、いつも泣いている。食水、水で薄めた酒を売ったもの、酒に、がやみ水を混ぜて無知な人を惑わしたものがなる。水を求めても飲めない。水に入って上がってきた人から滴り落ちる雫、または亡き父母に子が備えた水のわずかな部分だけを飲める。もち、豚欲や人から善人を妬み、彼らが苦労して、 手に入れたものを寿術的な手段で奪い取ったものがなる。亡き父母のために供養されたものしか食えせない。顔は、シワだらけで黒く、手足はボロボロ、頭髪が顔を覆っている。苦しみながら、前世を食いて泣き、施すことがなければ報いもないと叫びながら走り回る。食壺、僧侶や出家者に、不条な食物を正常だと偽って施したものがなる。人が吐いた壺しか食べられない。 食カツラ、フッツや族長などの毛ンを盗み出して、自らを飾ったものがなる。毛ンのみを食べる。食血、肉食を好んで殺生し、祭祀には分け与えなかったものがなる。生物から出た血だけを食べられる。食肉、重さを誤魔化して、肉を売ったものがなる。肉だけを食べられる。四つ辻や繁華街に出現する。食公園、質の悪い子を販売したものがなる。 備えられた香の香りだけを食べられる。失業、僧の実で有興に浸り、描写に与えるべき、飲食物を自分で食ってしまったものがなる。墓地を荒らしカバネを食べる。薬病などで、大量の死者が出た場所に、一瞬で駆けつける。がい瓶、人々を騙して、財産を奪ったり、村や町を襲撃、略奪したものがなる。人が排便したものを食し、その人の気力を奪う。 体中の毛穴から発する炎で焼かれている。地下、悪事で他人の財産を手に入れた上、人を縛って暗黒の牢獄に閉じ込めたものがなる。暗黒の闇である地下に住み、鬼たちから攻めくを受ける。人通、他人から騙し取った財産を悪い友人に分け与えたものがなる。枯渇した、他のガキに嫉妬され囲まれる。人通力を持ち、苦痛を受けることがないが、 他のガキの苦痛の表情を、いつまでも見ていなければならない。お記念、城郭を破壊、人民を殺害、財産を奪い、権力者に取り入って、勢力を得た者がなる。体から燃える火に苦しみ、人里や山林を走り回る。がいエージ便、自分の幼子を殺され、来世で、野者となって、他人の子を殺して復讐しようと考えた女がなる。 生まれたばかりの赤ん坊の命を奪う。欲食、美しく着飾って売買しんしたものがなる。人間の遊び場に行き窓し食物を盗む。体が小さく、さらに何にでも化けられる。重会所、荒野を旅して美容区に苦しむ、行商人を騙し、品物をわずかの値段で買い取ったものがなる。人間界の先輩も、 熱い海の中洲に住む。長老を飲んで上を忍ぐ。シューズへ、権力者に取り入って、その権力を傘に来て、悪行を行ったものがなる。炎魔王の使い走りで、ただ風だけを食べる。頭髪は、乱れ、上唇と、耳は、垂れ、声が大きい。触傷に、邪悪な呪術で病人をたぶらかした者が、統括地獄の苦しみを得た後で転生する。 生まれたばかりの赤ん坊を食べる。食人性器、戦場などで必ず味方になると友人を騙して見殺しにしたものがなる。人の性器を食べる。常に刀の雨に襲われている。10年から20年に一度、釈迦、説法、守法者の身法を敬わない人間の性器を奪うことができる。羅刹、生き物を殺して大宴会を催し、 少しの飲食を高価で販売したものがなる。四つ筋で人を襲い、狂気に陥れ殺害して食べる。広焼き食、全人の友を遠ざけ、僧の食事を勝手に食ったものがなる。燃え盛る炉心の中で残飯を食べる。重不条地また吐く、修行者に不浄の食事を与えたものがなる。不浄な場所に住み、オートブスなどを食う。食風、僧や、 貧しい人々に施しをすると言っておきながら、実際に彼らがやってくると何もせず、寒風の中で震えるままにしておいたものがなる。風だけを食べる。食家間、監獄の監視人で人々に攻め食を与え、食べ物を奪い、空腹のためデードを食うような境遇に追いやったものがなる。死体を仮装する日を食べる。一度このガキになったものは、 次に人間に転生しても必ず偏境に生まれ味のあるものは食うことができない。食毒、毒殺して財産を奪ったものがなる。険しい山脈や氷山に住み毒に囲まれ夏は毒付けと天から火が降り注ぎ冬には氷付けと刀の雨が降る。荒野、旅行者の水飲み場であった湖や池を壊し旅行者を苦しめた上に財物を奪ったものがなる。 猛暑の中、水を求めて、脳原を走り回る。十塚感触熱解度、フッつに備えられた花を盗んで売ったものがなる。カバネを焼いた、熱い灰や土を食べる。月に一度ぐらいしか食べられない。上と乾き重い鉄の首枷、せ、極卒に刀や杖で打たれる三つの罰を受ける。樹中十、他人が育てた樹木を勝手に伐採して、財産を得たものがなる。 樹木の中に閉じ込められ、蟻や虫にかじられる。木の根元に捨てられた食物しか食えない。四行堂、旅人の食料を奪い、荒野で植え乾かせたものがなる。四つ角に住み、そこに祀られる食べ物だけを食べられる。のこぎりで縦横に切られ、平らに引き伸ばされて苦しむ。殺身、人に媚びへつらって、悪事を働いたり、邪法を、消防のごとく、といたり、 僧の修行を妨害した者がなる。熱い鉄を飲まされて大きな苦痛を受ける。楽器道の甲が尽きると地獄道に転生する。ガキへの供養として背書き会がある。食物に急抜けこの口だらに行に溶かれるだらに,によって家事するとガキの句を取り除くとされる。一般的には裏本供養の一つとして行われところから盆行事と混同されているが、 せがき会自体は本来は特定の月日の行事ではなく、総院等では毎を行われることもある。仏教の布教とともにガキが姿勢に広まると、ガキはガキ道へ落ちた亡者を指す仏教上の言葉としてではなく、飢えや行き倒れで死亡した人間の死料、怨念を指す民間信仰上の言葉として用いられることが多くなった。こうした例は月物となり、 人間に取り付いて飢餓をもたらすといい、これを湧きつきという、ありがとうございます。